빠지 각자 그대에 오르겠습니다. 빠지 눈. 오른 조심하다가 막, 인생과에서 하나, 시멘토, 바이샤방, 미기니 밑에, 横に 見るのは横浦の3日に一度、茂道から漁師は船で出て行く。もっぱら水俣湾の汚染魚を取り処理する仕事のためである。水俣の漁は今見ることがない。そのためかむしろ湾内の魚は増えていると言われる。種は マカネド、マキノシマ、ついたところが。これがね、知ってる? 健康な人であれば足で踏むのね。この足でね。今自分が何考えていいかわからない。あのね、私、あとはね、死ぬ時は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 死ぬ
か。で遠くのやつがこう見えなきゃもう全然ダメじゃないですか。金の問題じゃない。はい。金の問題じゃないですから。それ人生の楽しみというのはそれがもう最大の楽しみじゃなかろうかと思うがな、俺はな。魚を取るためしか、そのために生活 してきたんですけど、やっぱりもう一番魚から生まれ帰ってきとっとじゃなかろうかなっていうのは気持ちいつもしますよ。じゃなかなんばの、たっかですよ、体を。魚が今日もコンクリ詰めしようちなれば、思った瞬間動かなくなるんですよ、私の体が。周りの周囲の人たちなんかに、もう恥ずかしさする必要なかったけど、これ伝染病じゃなかったけどな、遺伝でもない。つまり、魚を食うことによって、食ったことによって、感染するのが公害だけどな、公害の病気。一切はお医者さん次第で、あんたんたチューブだな、あんたんた神経痛だなと、おっしゃるけど、実際のですね、専門家に言わせればですよ、専門のお医者さんに言わせれば、どうも白倉さん、あんたは、ほら、やはり、魚を食うた結果による水俣病のようでございますよと言われた以上あるところに、今の裁判の結果による賠償金でももらわなければと私は深張りやみたいな肩着てちゃばっていくらかの公伝なっとな出してますってもありがとう本当ですよ。